どうもこんにちは、音楽プロデューサーの佐藤淳之介と申します。今回はですね、コルグさんのモッドウェーブ、ウェーブテーブルシンセサイザー、こちらをですね、解説していきたいと思います。ウェーブテーブルってなかなかマニアックな音源方式ではあるんですけれども、そちらをコルグさんが今の現代のテクノロジーでどうやって、調理したのか、一つずつ解説していきたいと思います。それでは早速構成を見ていきましょう。モッドウェーブの音色の単位はパフォーマンスと言います。パフォーマンスの音色の構成は2レイヤー構成になっており、1レイヤーごとに2オシレーターとサブオシレーターとなっております。それぞれのオシレーターの中で A と B2 つのウェーブテーブルをレイヤーしてブレンドすることができるので、1レイヤーの中で最大4つのウェーブテーブルを重ねることができます。それではウェーブテーブルの波形をいくつか聞いてみましょう。波形だけで200種類以上搭載されており、相当なバリエーションの音色が作れますね。本当にたくさんいろいろな波形が入っているんですけれども、この中でもですね、DW6000 という名前の波形がありまして、これおそらく DW シリーズのウェーブテーブルがそのまま移植されているのだと思います。他にも僕が気になったのは、はい、この VS と書かれた波形。こちらおそらくシーケンシャルのプロフェット VS に搭載されている波形と同じものが移植されていると思います。他にもですね、名前で言うとウェーブステーションだと思われます。こちらの WS、 ウェーブテーブルの仕組みを簡単に説明するのに有名な波形 IUEO があります。こちらの波形のポジションを変えて再生してみましょう。これはポジションというパラメータで、アイウェオと話している波形の再生ポイントを変えることで、音の構造や倍音を調整することができます。さらに、それらを2つ重ねて、バランスを取る機能、ブレンド。波形を伸ばしたり縮めたりできる毛布。これらを使って多彩なバリエーションの波形を作成することができます。さらにそれだけではなく PCM 波形も搭載されております。いくつか聞いてみましょう。ベースですね。ベースのフレットノイズ、あとはチェレスタのアタックの音ですね。マリンバの音、リバースシンバル、キック、結構ドラム系がたくさん入っている印象ですね。こういったギターなどですね、こう生楽器系の音色も搭載されております。こういった音もレイヤーに加えることができ、音色作りの幅は無限大です。今回のモッドウェーブ最大の特徴ともいえるカオスフィジクス。XY タッチパッドを使って感性の法則に基づいたモジュレーションの変化が可能で、リズムとシンクロさせない速度変化や予想外の音色変化が起こすことができます。それではカオスフィジクスを使ってパフォーマンスの音色をいくつか紹介してみましょう。
まっさらな状態から音色作ってみましょうか。 DW8000 を思い出すような音が作れたらなと思ってるんですけど、まずですね、今レイヤー A ですね、 A だけ鳴っておりまして、オシレーター1と2が同時になってますが、まずはオシレーター1だけ鳴るようにしてます。で、その上でじゃあウェーブテーブルを選びましょう。せっかくなので DW8000 のウェーブテーブルが入っているようなので、これにしたいと思います。で、ポジションいいですね、高い倍音、こう2時3時が交互に出てくる感じで、上げるとちょっとベルっぽくなっちゃうので、もうちょっとこうザラッとしたストリングスのパッドがいいかなと思いますので、じゃあオシレーター1のウェーブテーブル A はこれにしたいと思います。で、あったかみがあるパッドにしたいなと思っているので、まあ AB ですね。で、ブレンドでじゃあまず B の音だけ聞こえるようにしてます。で、波形ですね、 A の波形の方ではちょっとパッドの柔らかい感じがあるので、もうちょっとザラッとした生のストリングスに近いようなシャーという感じのウェーブテーブルを選びたいと思います。そう、ワイズっていうのが良さそうですね。で、これを DW8000 のウェーブテーブルと今のそうワイズってやつを真ん中ぐらいにします。で、これ選びます。で、毛布、ちょっとピッチが不安定になるところありますね。じゃあブレンドとポジションで、この辺の値にしておきたいと思います。で、これで今オシレーター1の音が決まりました。で、オシレーター1一回ちょっとボリュームを絞ります。で、オシレーター2ボリューム上げます。そうですね、せっかくなのでストリングスのテイストとシンセのパッドの間みたいなニュアンス作りたいなとちょっと今触ってて思いましたので、せっかくのサンプル使ってみましょうか。サンプル波形を選びたいと思います。この中で、さっきトリニティとかトライトンっぽいなんか生ストリングスのニュアンスを持った波形がどっかに入ってたような気がしますので、あ、テープミックスとストリングス、今これオシレーターの2だけが鳴ってますね。この音いいですね。この音をちょっとさっきの波形に混ぜてみましょうか。で、このままだとちょっと低い気がするので、オクターブを上げてみます。ね、あのメロトロンのストリングスっぽい音色ですね。で、これにさっきの DW8000 っぽいシンセ。厚すぎる気もするので、さっきのメロトロンっぽい音色も一応多分上げてみましょうかね。はいはいはい、これでよくて、で、エンビロープ作っていきます。まあストリングスではあるんですけど、ちょっとこう広がりが欲しいので、ちょっとアタックはちょっと遅めで、こうちょっとリリースが伸びてる感じ、あ、なんかリッチになった現代版 DW8000 みたいな感じですね。さあ、音色がある程度できたので、じゃあこのできた音色をパフォーマンスできるようにですね、カオスフィジックスにアサインをしていこうと思います。
スタンダードな形ではあるんですけれども、モジュレーションのカットオフとレゾナンスをカオスフィジックスにアサインしていこうと思います。まず、モッドボタンを押しながら、このページプラス、押します。そうするとですね、ターゲットノブを回してくれっていうふうに出てきますので、まずカットオフ、カットオフを押します。回しましたね。ディスティネーション、フィルターカットオフになりました。で、ソース、これ、ウェイティングってなっているので、カオスフィジックスの X 軸、縦ですね。縦にやってみます。ヒュッと。で、これで、ディスティネーション、フィルターカットオフ、ソース、カオス X になりましたので、これでエンター。で、次、レゾナンスをアサインします。やり方は一緒です。モジュレーションを押しながら、ページプラス。で、今度、レゾナンスを動かしたいので、レゾナンス。で、ソースをカオスフィジックスの、横 Y なりましたね。で、これでエンターで、インテンシティをですね、これ 100% にしておきましょうか。一旦はい、ここでフィルターとレゾナンスが反応してますね。で、今度ですね、カオスフィジックスなんですけど、まあ、こういう形で今、カットオフとレゾナンスが XY 軸に反応して、はい、今こちらの、物理演算で動いております。で、この動きのパターンなんですけれども、いろいろと細かく設定できる項目があるのですけれども、ですね、一つずつやっていると大変なんですけれども、実はこれのプリセットがあります。なんかどういう形でビートを刻んで弾が跳ね返るのかとか、跳ね返る強さとか、戻ってくる速さ強さとかを選べるやつがあるんですけど、このちょっとオービットっていうのが、オービットディケイングオービット、これちょっとさっき面白かったのでこれ選んでみますね。だんだん遅くなっていって最終的に止まるパターンのカオスフィジックスのプリセットです。今回音作りには直接使わなかったんですけれども、 ModWave には、エディター&ライブラリアンが存在します。で、 ModWave にはですね、モーションシーケンスの 2.0 こちらも搭載されておりまして、そちらのエディットがこうエディターソフトの中だとより簡単にできるようになっております。もちろんリアルタイムでも入力もできるんですけれども、具体的に何拍目のいくつ目にどういうアクションを起こすかっていうような、プログラミングのする場合はこちらでやった方が断然早いですね。はい、というわけでモッドウェーブいかがでしたでしょうか。もう奥行きの深さ、階層の深さを持つシンセサイザーに仕上がっていると思います。今までたくさんシンセサイザーとかソフトでいろいろ音色探している人たちも、これ一台あれば今まで聞いたことないようなパターンのフレーズたくさん作れると思いますので、ぜひおすすめでございます。